こんにちは、浅岡修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ皆さんご覧ください。今日の動画はですね、なんととんでもないところに潜入しておりますということで、もうこのね背面で気づいた方も多いと思いますし、通ってらっしゃる方も多いんじゃないかなというですね、スニーカーの聖地原宿にある、今日はですねビリーズ原宿さんを貸し切りで撮影ということでですね、大変一スニーカーファンとしては興奮している動画なんでございますけれども、実はですね、僕ビリーさんで結構気になってる一足がずっとあって、どうしようかなっていうふうに思ってたんで、せっかくだったらちょっと動画撮らせていただけないかなということでお願いしたら、なんと快くご協力いただきましてですね、今日はその気になる一足をチェックしに来たわけなんですが、せっかくなんで今日はですねスペシャルゲストということで、ここビリーズ原宿店のスタッフさんにもご協力いただこうかなということで、今回のスペシャルゲスト吉原さんでございます。よろしくお願いいたします。いやもうちょっと初ですか YouTube。 もう初です。緊張してます。もう全然緊張しないで、はい、もうリラックスしていただいてですね、はい、僕が非常にビリーさんで気になってる一足がありまして、はい、その一足だけ買いに行くのもちょっとね味気ないので、もうビリーさんって本当セレクトが面白いじゃないですか、はい、他のちょっとスニーカーショップとは異なるようなですね面白いブランドだったりセレクトがですね魅力のお店でございますんで、このお店全体の紹介だったりだとか、あとは僕が気になってその一足めがけてきっと気になるのが多分めっちゃ出てきちゃうと思うので、はい、そういうのも試着しながらですね、はい、今日はゆっくりスニーカーショッピングさせていただきたいと思うので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで今回ビリーズの吉原さんにですね、まずはこのビリーズ原宿店の、フロアのですねご説明というかご案内をですねしていただこうかなというふうに思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまず1階のこちら、はい、皆さん多分ほとんどのスニーカー好きの方が来たことがあると思うんですけれども、ちょっとここの説明していただいてもよろしいですか。はい、まずこのメインのテーブルは主に新作とかあと一押しの商品を、なるほど、はい、並べております。注目アイテムが、はい、今週これが熱いぞみたいな、はい、テディサンティスのニューバランスとか、はい、そこら辺の新入りたちがここに並んでるってことですね。はい、そうですね。この下もそうなんですか。下もそうですね、コラボの商品であったりとか、はいはいはい、新しい形のものを置いたりしています。なるほど、はい、ここもね意外といいスニーカーが眠ってたりするんで、ちょっと隠れポイントですよね。はい、なるほど。こっちはどうなんですか。はい、こっちはそうですね、今はこのプーマのアーミートレーナーってうちの別注のシューズを置いてるんですけれども、はい、基本的には限定のモデルでちょっとコロコロ変わったりはするんですけど。なるほど、はい、こちらもじゃあコラボだったり別注だったりっていうモデルが並んでると、はい、が多いですね。はい、でこちらは今ニューバランスが並んでるって感じですけど。そうですね、今ニューバランスが結構いろいろカラーバリエーションも豊富で。そうですよね。そうですね、やっぱ人気ですか。人気ですね。はい、やっぱこの2002とかから入る方も多いですよね。かなり多いと思います。今までナイキしか履いてなかったけど、はい、ちょっと気になるなっていうので入る方多いですよね。はい、多いと思います。なるほど、じゃあ奥入っていきましょうか。はい、そうですね、壁際は、はい、一応このナイキとここからブランドごとにちょっとどんどん変わっていくんですけれども。なるほど、はい、ナイキから始まってニューバランス、はい、アシックス、はい、あとアディダス。なるほど、はい、であとコンバースがほとんどメインになりますね。なるほど、コンバース入ってちょっとバンズもあるよみたいな。そうですね、これはあれですか、はい、メンズウィメンズ混在という感じ。そうですね、混在でもミックスで置いてあります。なるほどね、はい、なんか結構ビリーズって不規則に変わるじゃないですか、ビリーズさんのって。あ、そうですね、それがまたちょっと面白いですよね。 ありがとうございます。どこに何があるか分かんない感じがね、はい、ちょっとワクワクする感じですけれども、お次は。はい、次はこの光る、これはね、だいぶ印象的ですもんね。そうですね、今はホカとかあとアグをメインちょっとこうランニング系のちょっと厚底のシリーズをここに今置いております。なるほど、この厚底ランニング系ですね。はい、アグも最近すごいですもんね、展開具合がね。そうですね、結構人気ですか、男女ともに。結構人気ですね。はい、アグの方がなんかちょっとこうあれですもんね、ランニングランニングしてないですもんね。そうですね、もう普段履きで履いていただくのがメインになると思います。奥はどんな感じですか。はい、こちらは今サンダルを
ここに固めてまして、まあ、夏ですからね。夏なんで、はい。なるほど、なるほど。いろんなサンダルあるんですね、はい、そうですね、結構こういう面白い形のサンダルとかも。これもアグじゃないですか。そうなんですよ、アグなんですけど、ちょっとビビっちゃうぐらいソフトクリームみたいな形なんですけどねそうですね、はい、あとはまあ手羽とか。手羽とか、そうです ね定番の、あとここも人気ですもんね、はい、女性ね。そうですね、これかなりお問い合わせも多くいただいてます。多いですよね、出た時、はい、とんでもなかったですもんね、結構 ね、はい。じゃあレジを向かって左側は、はい、はい、こっちはこの他のところはちょっとまあトレッキングシューズ、はい、山登りとかにも使えるようなシリーズをここに固めております。なるほど、もうあれですもんね、はい、今空前のキャンプブームというか。あ、そうですね、結構ギアもファッショナブルにしたい人多いですもんね。はい、こちらは夏のキャンプ用というかトレイル用な感じで、はいはい、ティンバーとかホカとか、はい、そういったものが置いてるって感じですね。はい、なるほど。であっちにはスタンスの靴下もすごいですよね、これ、はい、豊富に、ね、結構たくさん量があって、白黒のベーシックから柄物まで、はい、柄物まであれですね、スニーカーと合わせて楽しんでいただければって感じですね、はい、じゃあちょっと次2階行きましょうか。はい、2階ですね。2階が面白いんですよね、ビリーズさんは。さあ、2階にやってまいりました。また全然違いますね、ま、壁の色とかも。はい、もう雰囲気がガラッと白っぽくなりますね。クリーンな感じですね。はい、なるほど。ここの2階は何が置いてあるんですか。はい、2階は、主にバンズがメインにはなるんですけれども、はいはいはい、まずこの壁が今バンズで、はい、いろんな形のオールドスクールから、はい、オーセンからいろいろあるって感じですね。はい、そうですね。あとはここからカルフというブランド、フィンランドの、はい、ブランドですね。これめっちゃかっこいいですよね、はい、なんか一説によるとめちゃくちゃ履き心地がいいなんていう噂を聞いておりますけれども。はい、はい、そうですね。セレクトが面白いですよね。カルフ置いてるとこなかなかないですもんね。そうですね、少ないと思います、ね、はい、そうですよね、はい、そんなモデルとか。あと横はサッカーにですか。そうですね、サッカーに行って次がこうリーボックの方に。なるほど、なるほど、はい、でこれがマーチンですか。そうですね、マーチンの革靴もあって。なるほど、はい、あと奥の方はもうプーマ。もうプーマ祭りですね。はい、すごいですね、この種類もね、はい、普通のスウェードからスリップストリームから、はい、女性の厚底ってこんなん出てるんですね。そうなんですよ、今シーズンから始まった形 で、はい、人気ですよね、厚底ね。そうです ね、はい、さあということで、これが、ビリーズの原宿テントということで、この中から僕は今日、ショッピングしていきたいなというふうに思いますので、ちょっと下に戻りましょう。はい、では吉原さん、はい、ここから朝岡ショッピングに付き合っていただこうかなというふうに思いますけれども、はい、僕が今一番気になってるのはやっぱこの子なんですよね、はい、これがビリーズ別注のプーマアーミートレーナー、はい、人気ですか。そうですね、かなりもう男女問わずご好評いただいております、なんかスマートですよね、プーマのスニーカーって ね、はい、またコート系のスニーカーとはまた違う感じというか、はい、ちょっとね、こうスタイリッシュな感じが。これね、僕持ってないんで、しかもめちゃめちゃ軽いんですね、これ、はい、また色合いもすごくおしゃれですけど、結構アーミートレーナーもいろいろあるんですか、はい、これもですよね。そうですね、いろいろ今カラーリングも出てるんですけれども、はい、いいな。しかもお手頃ですもんね、はい、価格もね。そうですね、まあ、アーミートレーナーもちょっと後で試着しようかなという感じでございますけれども、今日はせっかくなんでこのユニークなねセレクトを楽しんでいきたいなと思うわけなんですけれども、このアーミートレーナーもいいですね。またアーミートレーナー見ちゃってますけど、はい、これはヘビ柄っぽくなってるんですね、サイドがね。そうですね、すごい。ちょっと知らないものを見るとドキドキしちゃいますけれども、吉原さん的に今一押しとかありますか、この中で。はい、一押し、そうですね、私も個人的にはアミトレーナーが、ね、はい、もうかっこいいですもんね。はい、かなりおすすめではあるんですけど、それ以外となら例えばもう履きやすさを重視して、はい、靴を選びたいということでしたら、ホカオネオネのシューズがー、はい、かなりおすすめですね。厚底ちゃんですね。そうですね、はい、このスウェードとかも最近ですもんね。そうですね、ここはもう新しい見方になります。なんか一昔前のホカオネオネってもう本当ランニングって感じでしたけど、はい、これとかはもう普通に待ち履き用でいけちゃう感じですもんね。はい、そうですね。結構アディダスも豊富なんですね。そうですね、今フォーラムとかバッシュ系も今多く、はい、この84とかもめっちゃかっこいいですもんね。はい、フォーラムもいっぱい出てますからね。はい、
スタッフさんとしてもちょっと混同しちゃうんじゃないですか。もうあの柄が結構出すぎちゃってて、ね、これとかも同じ感じで結構赤が出たりとかするの で、どこが違うんだみたいなねこれはちょっとわからんな、はい、確かに上もやばいですね。これこれジェレミーのフォーラムってことですよね。そうですね、はい。でウィングが今までとちょっと逆方向に逆ですね、はい、ついてます。これド派手でございますね、はい、アシックスなんかも結構ありますけど、これ GT2 ですか。 GT2 そうですね、はい。このレモンカラーも可愛いですね。はい、綺麗なカラーですね。結構女性にも人気なんじゃないですか、アシックスね。そうですね、アシックスこういう明るい色だったりとか、うん、このポイントゲッターはかなり女性にも人気ですね。確かに、はい、履いてるイメージあるっすね、はい、なるほど。またニューバランスもかなりいろいろあるんですね、豊富に。そうですね、ニューバランス今一番何が人気ですか。やっぱり2002が。やっぱ2002なんですね。そうですね、どのカラーもあのバランスよく人気がありますね。確かにこうトレイルとかが好きな人はこういう、はい、ちょっとね、そうですね、革っぽいような2002もあれば、はい、メッシュっぽいスポーティーなのもあるし、はい、確かに2002履いてる人めっちゃ多いですもんね。多いですよね、よく見かけますよね。なるほどね。いよいよナイキに入ってきましたが、はい、ナイキでやっぱ人気は何ですか。ダンクとかですか。人気はそうですね、ダンク、ジョーダン、あと、まあ、こうずっと平均して人気があるのはエアフォースワンですね。あ、もうその3種類になりますよね、はい、結構いろんなジョーダンシリーズもありますね。はい、そうですね、このレガシーのシカゴとかね、はい、こういうちょっと夏らしいマリンカラーがいいですね、はいはい。結構ジョーダン1はレトロハイ OG じゃなくても結構すごい人気ですよね。そうですね、はい、あっという間になくなっちゃうですもんね。結構そうです、早いですね。あとは上の方にフォースワンでしたりダンスですね、はい、そうか。ちょっとじゃあ上にも行きましょうか、はい。さあ2階はもっとユニークな感じのセレクトでございますけど、はい、朝岡的にはね、このカルフもめちゃくちゃ気になってるんですよ、はい、買っていく人います。カルフはそうですね、結構女性の人気も高くて。あ、そうなんですか。そうですね、カラーリングがちょっとこう変わった色の組み合わせのものとかが多いので、はい、この白ナチュラルみたいな、これめっちゃかっこいいですよね、はい、バナナでしたっけ。このカラーリングも妙ですよね、意外と軽いし、はい、ちょっと厚底風味ですよね。そうですね、言ったらね、はい、ちょっとスマート気味なのが欲しいなと思ってるわけなんですけど、はい、そうなるとやっぱりプーマが。そうですね、プーマはいろいろカラーも出ているので選びやすいかなとは、ね、はい、思います。これバターグッズでしたっけ。そうですね、コラボのモデルになります。バターグッズは初代のスリップスリーもかっこよかったですもんね。あ、はい、これはモデルなんていうんですか。ブラドステンツェルですね。あ、ブラドステンツェル、はい、これもちょっとアーミートレーナーに似たような。そうですね、雰囲気は結構近いと思います ね。これもインドアのトレーニングシューズなので、部類としては同じかなと思います。はい、なるほど。スウェードとかはもちろんね、マスターピースとして持っておりますけれども、はい、ちょっとプーマいいな。これがあれですもんね。そうです、レバーウォーンの、レバーウォーンの、はい、シリーズ、倉庫で眠ってたシリーズですよね。はい、そうですね。結構人気だったんじゃないですか、これね。そうですね、もう発売してすぐ、もうその日に買いに来てくださるお客様もかなり多かったです。そうですよね。はい、このヴィンテージ加工っていうか、この糊がこう黄ばんじゃったよみたいなの多いですもんね、はい、これそれも、はい、ああそうなんですね、はい、このブラドステンツェルでもネバーウォンシリーズ出てるんですね、はい、うわーかっこいい。なるほど、これはちょっと何足か試着してみてもいいですか。あ、ぜひ、はい、気になったのがあればちょっと履かないと決めらんないなっていうのがあるんで、はい、ちょっと試着させていただきます。はい、Come take my hand and walk there with me. I know a place. さあ、ということで吉原さん、はい、こんなに試着させていただいて大丈夫なんでしょうか。ぜひもう足を通していただいて。やっぱね、はい、こう見た目とかも履いてみないとね、はい、こう視聴者さんとかにも伝わらない部分あると思うので。そうですね、ちょっと一着一着丁寧に、はい、試着していきたいと思います、はい、アーミートレーナーからいきましょうかね。はい、かしこまりました。これがインラインのアーミートレーナーですか。そうですね、はい、こっちが、まあ、あの白っぽいカラーリングの
そうですね、こちらになります。いいですね。じゃあこれちょっとチェックさせていただきます。はい、上からのシルエットも綺麗ですね。そうです ね、 ね、はい、おお、わ、いいなあ。この細長い感じめっちゃスタイリッシュですね。はい、なんか太めのバギーとかと合わせてもいいですよね。そうですね、はい、ちょっとミリタリーテイストに合わせてもかっこいいと思います。うわー、これめっちゃいいじゃないですかやば、新感覚ですね。あ、アービートレーナーめちゃくちゃいいなじゃあ次ネバーウォーンの。あ、ネバーウォーンの、はい、うわ、これは、はい、これはそうですね、ブラッドステンセルの方ですね。ブラッドステンセル、このあれですね、ベンチレーションホールが特徴的ですね。はい、比べると、まあ、ほぼほぼアーミートレーナーと似た感じですけど、つま、はい、先の補強パーツがこっちの方が薄いですね、はい、厚さがね。おお、これもまた軽くていいですね。はい、やっぱヴィンテージ感はかなり出てますね、これね。はい、ネバーウォーン、ブラドステンツェルですね。ブラドステンツェル、はい、でも毛足の長いスウェードだったり面白いですね、はい、レトロな、全体的にレトロですね、作りがね。そうですね、はい、めっちゃいいですね。ちょっと次、はい、あの別注行きましょうか。よろしいですか。ビリーズ別注の、はい、こんなカラーになってます。おしゃれだなおお、いいですね。これまたやっぱセールカラーとかが好きな人はたまらんですね、これ。はい、今日のシャツとの相性もバッチリですね。バッチリですね、はい、よりなんかクラシックな感じが出てますね、このビリーズ別注の方は。はい、シューレースも、はい、もう一色ついてて、このヌバックとより近いちょっと暗めの。あ、はい、本当だ。あ、シューレースもカスタムできるってのは、はい、スニーカー好きにとっても嬉しいですね。嬉しいポイントですね。なるほど。うわー、でもこれいいな。ちょっとしっくりくる感じが、こっちの方がくるかな。ネバーウォンのブラドステンツェルもめっちゃいいんですけど、はい、ちょっとじゃあ次は、はい、厚底ブーメンいきましょうか。次は、はい、次はカルフ。もこれずっと僕ね、ニューヨーク行った時からすっげー気になってて、これは履いたことないかな、はい、フィンランドですよね。そうですね、フィンランドのメーカーです。あ、やっぱ全然違いますね。はい、でも軽軽いと思います。めっちゃ軽いですね、はい、カルフだけにみたいな、はい、めちゃくちゃ軽いなあ、でも上からの見た目もすげーいいっすね。はい、あれ、ちょっとこれ本当にいいぞ。まあ、色合いもまたちょっと絶妙な白とセールと、はい、はあ、この感じか。いや、しびれますね。はい、あ、すごい、これ軽っ。ちょっと想像以上にこのカルフが気に入っちゃってますけど、はい、こんな感じですね、今試着した。次はじゃあアグですね。はい、これ相当厚底じゃないですか。相当、そうですね、今履いていただく中では一番厚底になります。やばいっすね。うわすげえ。お、全然身長が違うわ、右足と左足で。あ、本当ですね。あ、でもすごいっすね。はい、意外と履きやすいって皆さんおっしゃって。めっちゃいいわ。はい、このまたこのギュンがしっかりしてるんですもんね、このかかとからの、はい、この動きがもう、はい、とんでもないっすね、これこれは気持ちいいな。おお、すごい。あ、これは履きやすいわ、はい、これは一日中歩いてても全然いけそうですね。はい、言ったらまた身長が超盛れるなねえ、これいいな。厚底の魅力気づいちゃったかもしれない、はい、これじゃあネクスト厚底いきますか。はい、ラストの一足になりますね。ラストの、はい、おかちゃんですね。はい、また軽いな。これはオールメッシュですもんね、言ったらね。そうですね、はい。あ、すっごいフィット感が、この横のフィット感すごいですね、これ。はい、おお、かなり通気性もいいので、これかなりスースーしますね、はい、スースーします。夏でも全然サラッと履けます ね、 本当っすね。はい、また色がこの淡い紫っぽい感じ。はい、やっぱいい色してますね、これね。うわー、履き心地がとんでもない感じですけど、はい、でもやっぱこの弓状のこの群っていうのはさっきのアグの方がすごいですね、はい、あ、これは本当ランニングするよって感じですね。そうですね、はい、でもいいわ、はい、マジっすか、はい、あ、悩むな、これ履いちゃったがゆえにめちゃくちゃ悩みますね、これ、はい、はい、ご覧ください、こんな感じになっておりますこの6足の中からちょっとトップを決めなきゃいけないということで、ちょっと両足履いてみてもいいですか。あ、もちろんです、はい、さあ、ということで気になるやつは両足履こうということで、はい、両足を足通してみましたけど、まずはブラドステンツェルですね。はい、このネバーウォーンシリーズめっちゃいいな。サシで黒が入ってるのもまたいいですね。そうですね、サイドもね、はい、あー、そうですか。上から見るとこんな感じでございます横から見るとこんな感じ。
うわーこの感じたまらんな。へー、ほんと履き心地もフラットな感じでね、はい、いいですね、はい、色合いがやっぱこのヴィンテージ好きとしてはちょっとゾクゾクきちゃうような感じですけど、このねベンチレーションホールが空いてるのが特徴ですね。あ、これもいいですの。さあベリーズ別注のアーミートレーナー履かせていただきました。これもいいな、この感じ最高ですね。ソールがまたガムってのがね、はい、ちょっといなたさもあって、はい、いいですね。感じでセールカラーが好きな朝岡としてはもうちょっとあと持ってないカラーなんだよね。これはね上から見るとこんな感じですね、横から見るとこんな感じ、ドレッシーですね。冬場はまた秋冬で活躍しそうですねこれね。そうですね、色味的に、はい、迷っちゃうぜこれさあお次はカルフ。わあこれもいいぞ軽いなこれ、サンダルみたいな軽さですねこれ、はい、上から見るとこんな感じですね。色合いがまた絶妙。いや軽さに驚いたな。重長じゃないんで割とコンパクトな感じですよね、はい、そうですね、はい、かかとの方にもちょっとボリュームがあるのである、はい、程よいボリューム感で、だからアーミートレーナーとかまた全然違う特色ですねこれはね、はい、おお、これは迷いますな。これいいな、これダメだ迷っちゃう全部いいなこれ、はい、今んとこ迷ってんのがこの3つ。でもやっぱセールカラー好きとしてはこのベリーズベッチュズビズビきちゃうな。ブラドステンセル、こっちもこっちでいいな、ためなんですけど、いやいいな、カルフもすげえいいんだよな。いや迷うな From the mountain top down to the deepest valley。お待たせしました。さあということで、はい、朝岡は何を買ったのかということで藤原さん今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。またぜひ遊びに来させてください。はい、またお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということでお家の方に帰ってきまして、ビリーズ原宿店めちゃくちゃ面白かったんじゃないですか。なかなかビリーズさんをあそこまでこう徹底的に見る、まあ、動画も希少なんじゃないかなというふうに思いまして、本当に今回ね心よくご協力いただきまして、改めてビリーズ原宿店の皆様ありがとうございました。いやビリーズさんはですねかなりやっぱりセレクトというかチョイス置いてるブランドもですねめちゃくちゃ面白くて、こう何か新しいものを求めてる人にとってはですねめちゃくちゃいいスニーカーショップだと思います。もちろん最新のジョーダンとかダンクとかも発売はあるんですけれども、昔はですね SB ダンクも売ってたんですよね。かなり前ですけど電話の取り置きもできて、僕ピンクデビルをですねビリーズの渋谷店かなで電話で取り置きしてもらって買った思い出、あれもう何年前だろう、 4,5 年前かな、かなり前ですけれども、そんなこともあったりだとか僕としては結構思い出のあるですねお店だったわけなんでございますけれども、今回はね前々からちょっと欲しい一足があって伺ったんですが、やっぱ行ってみるとさらに欲しいものが増えちゃってちょっと目移りしちゃうなというようなですね回だったわけなんですが、今回手に入れたのはほいということでプーマの箱でございますが、中身がはいどん、ということでこちらビリーズ別注のアーミートレーナーをですねやはり行かせていただきました。もう何を隠そうこの一足がですねめちゃくちゃ僕は欲しくなっちゃってですね、というのも最近プーマのですね野崎さんとお話しする機会がありまして、そこからですねいろんなプーマのですねスニーカーをチェックするようになってるんですけれども、その中でもこのアーミートレーナーっていう形がですねめちゃくちゃ気になってて、スウェードとかってもうちょっとこうここまでこう細長いシルエットじゃないと思うんですけれども、かなり細長めでワイドパンツとかとの相性がいいようなですね僕の持ってないジャンルの、スニーカーの形だったので気になってた中で、このビリーズ別注のですねアーミートレーナーがなんか一番渋くてですねズビズビ来ちゃってた一足だったんですよ。でこいつを買いたいなと思ってビリーズさんにご連絡して撮影させていただいたって感じなんですけれども、正
正直ね、あのネバーウォンのあちらもめちゃくちゃ欲しかったし、なんならちょっと近々また買いに行くのが撮ろうかなって思ってるぐらいですね、気に入っちゃいまして、その他にもですね、カルフだったり、ホカオネオンだったり、アグだったり、今までのね、スニーカーショップではあまり試してこなかったようなものもですね、試させていただいた結果、厚底たちもめちゃくちゃいいですね。特にアグの歩きやすさにはもうほんとびっくりしちゃったんで、またちょっと機会を見てですね、楽しんでいきたいなというふうに思った次第ですね。で、僕はちょっとこれね、シューレースカスタムしちゃいまして、僕のブランドサンプルズの白紐にね、このね、金チップが入った白紐っていうのはね、このね、シュータンのラベルが金色なんですよ。これと合うだろうなと思って変えちゃったんですけど、デフォルトはこっちです。はい、クリームの、シューレースがついてるんですけど、こっちの方がなんか清涼感あって履けるかなと思ってたんで、まあ朝岡はこっちで行こうかなって次第なんですけれども、でもこういうやっぱ今まで買ってなかったモデルを買う瞬間のアドレナリンの出方ってね、いわゆるハイプなものが買えたものとはまた別のですね、興奮というか、そういったものがありまして、こう新しいものを開拓してる時のワクワクはですね、たまらんなということも再認識した一日でございますけれども、今日行ったおかげでさらに気になるモデルが増えちゃってですね、まあ、じっくり吟味していこうかなというふうに思いますし、またすぐビリーさんの方に行っちゃおうかなというふうに思ってる次第なので、ぜひこれからの展開も楽しみにしててください。このアミトレーナーはね、1万2000円とか3000円で買える本当にコスパの最高な一足でございますし、このビリーズベッジめっちゃかっこいいんですよ。ところどころのセールカラーとこのガムソール、ひなたさとクリーンさがですね、共存した一足でございますんで、まあ、この動画ね、見て気になった方はビリーズのね、オンラインでも販売ありますし、渋谷店とですね、原宿どちらも展開があるみたいなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。これはちょっとビシバシ履いていこうと思います。ということで、改めてビリーズ原宿店の皆様のご協力本当にありがとうございました。またね、こういったショップをですね、貸し切ってショッピング企画なんかもですね、やっていきたいと思いますんで、これからの展開も楽しみにしててください。それでは最後に宣伝でございますけれども、私のブランドサンプルズとフルーツオブザルームとのですね、コラボレーションによるソックス、そしてパックティーがですね、リストック販売ということでですね、8月の12日の金曜日からですね、リストック予定でございます。今回もちょっとなくなり次第終了なんでございますけれども、前回買ってね、リピートしたいなって方とか、この靴下に関しては本当にクオリティもコスパも最高でございますんで、ぜひまだ試してない方も今回試してみてください。それでは今回の動画面白かったと思ってくれた方は、ぜひ高評価にグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお待ちしますし、ネクストムービー、じゃあねー。